国の女王卑弥呼の墓ともいわれる桜井市の箸墓古墳で今宇宙から降り注ぐ素粒子を使って墳球内部を観測する調査が行われています調査は県立橿原考古学研究所が名古屋大学と協力しておととしの12月から行っています宇宙から降り注ぎ古墳の中を通り抜けてくる素粒子ミュウオンを 球のふもとに設置した専用のフィルムで捉えます内部に空間があれば他よりも多くのミュウオンが計測されることになり墳んを壊さずに地下の構造を知ることができますこうした調査はエジプトのピラミッドでも行われていて来年度中にまとまる結果が注目されます、まあ、一番古古い段階のの墳ですのです その古墳の埋葬施設がどのような状態であるのか、大きさ、方向、そういう埋葬施設の情報を得ることができれば、一番いいというふうに思っています。